日本と固い絆を結び、一生日本で暮らす外国人が増えています。さらに国際結婚もどんどん増えています。外国人との結婚は2021年の 13,100 件から昨年は 16,700 件と 3,600 件も急増しました。特に日本人男性と外国人女性の結婚は同期間で 9,000 件から 12,000 件と 33.6% も増えています。日本の男性に対する外国人女性の好感が大きくなったのも国際結婚急増の理由の一つだということです。今日お伝えするお話もやはり国際結婚をしたフランス人女性のお便りです。彼女は日本人の夫と5年間過ごし、しばらくの間母国に帰ることになったそうです。母国に帰った彼女は日本がとても懐かしくてたまらなかったそうです。5年ぶりの母国でなぜ日本が恋しくなったのでしょうか。フランス人女性に何があったのか、もう少し詳しくお伝えします。こんにちは、私はフランス人のオリビアといい、日本に住んで5年目を迎えました。私は日本人の夫と結婚した後、一度も実家に帰りませんでした。それもそのはず、結婚後にコロナ禍になり、またそれなりに日本で適応するのにとても忙しかったんです。でも一番大きな理由は日本という国にすっかりハマっていたからでした。実は初めて日本に来た時は見慣れない場所でどう過ごせばいいのかとても心配していました。私はひたすら夫一人だけを追いかけてきたわけですから。私が知っている日本は田舎が多くてどこか立ち遅れた国だったからです。特に私の周りの大人たちはアジアは衛生的に汚いところだから絶対に行かないようにと止めたりもしました。実際に私の友人は日本に遊びに行った時、お腹を壊して食べ物が不衛生だと言っていました。また日本に行く前に日本のニュースを調べてみたら殺人事件もよく起きているそうでした。私も日本に行ったらあらゆる病気にかかるのではないかと心配になりました。当然成田空港も汚いだろうと思っていましたが、綺麗でびっくりしました。まるで先進国の空港のようでした。これまで私が行った空港の中で一番美しくて洗練された空港でした。今まで訪れた国の中でアメリカの空港が一番気に入っていたのですが、日本の空港もそれに劣らず大きくてびっくりしました。しかしさらに驚いたのは日本人の態度でした。私の心配とは違って日本人は優しく見知らぬ異邦人を迎えてくれ、彼らの親切な行動は私に感動を与えてくれました。今でも思い出すエピソードがあります。日本で暮らし始めたばかりの頃、私はとても大切なものをなくしました。それは私がとても大事にしていた財布でした。財布の中には亡くなった父の写真が入っていたので必ず探さなければなりませんでした。しかしいくら探しても見つからなかったし、仕方なく紛失した財布を諦めなければなりませんでした。ところがその日の午後、私に一通の電話がかかってきました。私が紛失した財布を誰かが拾い、落とし物保管所に預けてあるから取りに行けということでした。当時財布までなくして日本という国は私とは本当に合わないところだと決めつけていました。財布を鼻から諦めた状態で家族に申し訳ない気持ちだけでした。ところが保管所に行ってみると、フランスの紙幣もそのままで、なくなっているものは何もないのを見ると、一体日本という国はどんな国なのか好奇心が湧いてきました。驚きはここで終わりではありませんでした。日本人は料理をしたりおかずをたくさん作った日には私におかずを配ってくれるんです。私のことをフランスのニーズマと呼びながらです。私は当然イエスと答えます。するとお皿ではなく大きな入れ物にとても美味しそうなお好み焼きや手作りの団子、梅干しなどを入れて渡してくれます。日本人は些細なこと一つでもみんなで分けて食べることに慣れている人たちでした。最初はこのように分けて食べるのが負担で気まずかったんですが、今は完璧になれました。日本人にとって親切は文化であり生活だからです。何より私の住む東京は休みなく動いている都市でした。こんなに夜が華やかな都市は生まれて初めてでした。
フランスも夜になるとかなり賑やかなところがありますが、東京と比べることはできませんね。特に東京のおしゃれで雰囲気の良い食堂、カフェ、素敵でファッショナブルな日本人たち、神社など様々な見どころにはまってしまいました。しかし東京で過ごしながら一番記憶に残ったのは、こんな派手で多彩な姿もいいですが、自然の風景を大事にする日本でした。華やかな都市の顔を持ちながらも、一方では平和な風景も持っているなんて、日本人が本当に羨ましいです。私はこのような点で日本を母国よりもっと好きになったようです。実はフランスにちょっと帰ることになったきっかけは、まさに一人暮らしの母のおかげでした。母はコロナが緩和されたので、たまには顔を見せてと言っていました。そうして私は日本に来る前まで住んでいたフランス中部のブルージュ市へ向かいました。フランスへの道でずっとどうして日本という国を最初から好きではなかったんだろうと後悔しました。そのせいかしきりに後ろを振り向くようになりました。でもまた日本に来ればいいと思いながら飛行機に乗りました。私はフランスに行く間ずっと日本映画を見たり、日本の歌を聴いたりしながら日本を恋しんでいました。フランスに帰ってからコインランドリーに行くことがたまにあったんですが、日本で利用したコインランドリーの感じがしなくて残念でした。あの雰囲気とインテリアが懐かしかったです。5年ぶりに会う母は元気でした。結婚式以来の娘を抱いてとても喜んでいました。ところが子供はいつ生まれるのかと怒鳴るので本当に困りました。両親のこういう性質は日本もフランスも同じようです。私は子供を育てる気は全くなく、子犬を育てながら暮らしたいと言いました。母の表情はとてもがっかりしていました。そんな母の気持ちを晴らしてあげたくて、私は美味しい夕食を食べに行こうと言いました。予約しておいたレストランがあったんです。しぶしぶついてきた母と一緒に地下鉄に乗ったんですが、まさか。私は久しぶりにとても驚いてしまいました。地下鉄のホームに入った途端、濁った空気が私の鼻と喉を刺激している感じがしたからです。リアルタイムのニュースを確認したら、本当に衝撃的な内容が目に入ってきました。地下鉄の空気が外の3倍も汚いというニュースでした。フランス市民はこのような汚染された空気を吸いながら地下鉄に乗っているなんてとても残念でした。日本の地下鉄は本当に違います。ホームも駅内も快適でとても綺麗ですから。その他にもバスや地下鉄のシステムがものすごく整っています。しかもカード1枚で行きたいところに素早く簡単に移動することができます。フランスの地下鉄は日本のように速くて優れているわけありません。夏は冷房も効かず、冬は暖房もめちゃくちゃな上、時間を守らないことは日常茶飯事です。時間を守らないのになぜ時刻表を作ったのかさっぱりわかりません。早くて便利な地下鉄はどの国も日本についていくことはできないと思います。私は母に日本の地下鉄について説明しました。夏は寒いところが日本の地下鉄で、冬は暑いところが日本の地下鉄ですと言うと、母は信じがたいという表情をしていました。私はフランス人はこれを信じられないと思います。フランスでは運が良くなければ地下鉄でエアコンを見ることができません。地下鉄の歴史が長い分、施設が老朽化しているのでエアコンが設置されていないことは当然だと思います。実は移動中ずっと私はトイレに行きたかったのですが、絶対に降りたくないと思いました。フランスに住んでいた頃、ゾッとする地下鉄のトイレを思い出したんです。匂いもひどいし、掃除は1ヶ月前にしたかのように汚いトイレを思い出してめまいがしました。日本に初めて行った時、私は地下鉄の駅舎内にある広々とした綺麗なトイレを見て感心しました。一目でわかる案内表示板や体が不自由な方への配慮席、そして地下鉄の多い本数などから利便性と快適さを感じることができました。日本の地下鉄は価格と利便性、施設において世界一のレベルに違いありません。フランスの地下鉄に降りた後も、私は都市の汚い衛生状態に向き合わなければなりませんでしたが、一番深刻なのは街のあちこちにいるホームレスたちでした。
蜘蛛の巣のように張り巡らされた都市の地下鉄の駅の隅に、ホームレスたちが当たり前のように居座っているのを簡単に見ることができました。彼らの多くは物乞いをしながら生き延び、昼間でも酒に酔っていることが多いです。パトロールする警察さえもホームレスたちの前をそのまま通り過ぎる姿がほとんどです。日本ではホームレスを見るのが難しいほどではないでしょうか。いたとしてもこれほど深刻ではありません。フランスのホームレス問題は依然としてフランスの暗い側面として残っています。それだけではありません。フランスの主要都市の通りを歩くとネズミが出没するのを頻繁に見ることができます。ネズミたちが公共の場所に出没するので、フランス市民の生活の質を非常に低下させます。ところがフランス政府は本当に荒唐無稽な政策を出していました。まさに人とネズミが共生する法案を探すための研究委員会を結成したのでした。日本人がこういうニュースを聞くと、そんな国があるのかと言われるかもしれませんが、フランス市民の私も本当に呆れるほどでした。ネズミの個体数を管理するのに失敗した政府が、市民がネズミたちと一緒に生きていくのがより良いと考え出したのがとても面白かったです。そしてその日も歩いていて、何匹のネズミを見つけたか分かりません。母には申し訳ありませんが、私は日本に帰りたくなりました。日本の街は本当に清潔で、ネズミ一匹すら見つけられないくらい快適なんです。フランスに住んでいた時は全然わからなかったのですが、日本で過ごしてみると清潔さそのものが違うことが分かりました。そうして紆余曲折の末、母と前のレストランに着いたのですが、そこでも衝撃的な場面に出会ってしまいました。フランスの食堂には大抵食器があらかじめセットされていますが、黒いホコリが食器についているのが見えたんです。私は一瞬自分の目を疑いました。それに水のコップには布巾のゴミがついていました。フランスでは乾いた布で水気を拭き取りますが、その繊維がついていたようでした。フランス人がこんな日常を生きているのを見ると、日本とは全く違う衛生観念があるのだと思いました。本当に面白いことに、先日日本の衛生観念についてのある記事を読みました。全世界の国の中で日本が掃除と衛生面に格別に気を使い、ホコリの有害性を最もよく認識している国に選ばれたそうです。外出後家に帰ってきた時に、外で着ていた服を洗濯したり服を着替えたりして、家の中の衛生を一番気にする国は日本で、家の大掃除を一番よくする国も日本でした。それに10カ国のうちハウスダストの有害性について一番よく認識している国も日本だそうです。日本人のさっぱりした性格と衛生観念はただものではないようでした。日本で過ごしていた頃、洗濯乾燥機が故障したのですが、その時本当にびっくりしたことがありました。今まで問題なかった乾燥機が急に故障したのか、いうことを聞かないんです。急いで洗濯して着たい服があったのですが、何が問題なのか音だけがしていました。それで私は急いで夫に連絡をしたのですが、アパートの近くのコインランドリーにあるので取り急ぎそこに行くようにと教えてくれました。当時は日本製品も大したことないな、なんて悪口を言っていましたが、コインランドリーに行ってからはそんな考えがすっかり消えました。まずコインランドリーの内部がとても綺麗で大きくてびっくりしたんです。フランスのコインランドリーとは比べ物にならないほど綺麗でした。しかもコーヒーを入れて飲む機械もあって、テレビまで置いてあったので、まるでカフェのようでした。ところが調べてみたら、洗濯物を待っている間におしゃべりをしたり、他の作業ができるように用意してあったのでした。本当に衝撃そのものでした。日本人はみんなこういう環境で洗濯をしていたということですからね。フランスには古くて故障した洗濯機があるコインランドリーがとても多いです。ところが日本の洗濯機と乾燥機は全部新品だったんです。それだけでなく、そこで柔軟剤も売っていて、洗濯物を入れる使い捨ての袋も売っていました。自販機の中にありとあらゆる洗濯用品があるのを見て、私はもう一度驚きました。さらに市内で売っているお菓子やパンも陳列棚に置いてありました。
多分ここがフランスだったらすぐに誰かが盗んでいくと思うんですが、日本人は全くそんなことをしそうではありませんでした。実はそれが一番驚きでした。日本人はどの国の人よりも善良な心を持っていました。日本には無人のコンビニや無人の販売店が結構多い方ですが、夫に聞いてみたら本当に盗んでいく人があまりいないと言っていました。日本の教育のレベルは私が戸惑ってしまうほど優れていました。最初は一体何を信じて無人で店を構えるのかと驚きましたが、盗まない市民の方がもっとすごいと思いました。その日夫にこの全ての話を伝えると、夫はどこが驚くことなのと言って、むしろ私をからかっていました。母と一緒にレストランで食事をする間、ずっと私は日本を思い出し、近いうちに母を連れて日本に行こうと思いました。フランスでは感じられない多様な便利な施設と清潔さ、医療の恩恵について話すことが多くなるでしょうから、私は私が生まれ育ったフランスで1週間ほどだけ滞在する予定です。私の頭の中にはもう日本での生活しか考えられません。私が日本に旅立つ前まで、日本人たちに愛と平和がいつもそばにありますように、オリビアがお母さんと一緒に一日も早く日本に帰ってきて、天国のような日本を味わってほしいと願いながら、次回ももっと充実した面白いニュースをお届けします。ご視聴ありがとうございました。